こんにちは、カラです。今日もよろしくお願いします。このチャンネルは女性に向けて愛をテーマに話してます。たった一人の男性と深く長い愛を育む方法などを話してます。今日はね、今まで言った内容とも被るんだけれども、 男に追わせて尽くされる女になるための方法のステップ1という形で今まで言った内容の復習も込めて皆さんにお伝えしたいと思います。女性と生まれたからには男が追ってくれて尽くしてくれる方が絶対にいいやんか。みんなにはそういう女性になってほしいのよ。あなたの周りにもたくさん尽くされてる女性っておると思うねな。それはその女性が尽くされる女性なのか、たまたま付き合ってる男性が尽くす男性やったのか。これはどっちが正解かわからん。でも一つ考えてほしいのは、旦那さんがダメ男で離婚を した夫婦がおるやんかこの離婚をした元旦那がさそんなに間を空けずに再婚することがあんねんな。でその再婚した夫婦関係がめちゃくちゃ良好やったりするのよ。意外とこれ多いねん。ってことはこのダメ男だった元旦那も。 尽くす男やったってことやねん。まあ考えたら結婚する時はすごいいい男やったわけやんか。あなたが好きになった時はすごくいい旦那さんやったわけやろ。それが何かの弾みで歯車が狂っていってダメ男になっていったのさ。世の中で尽くされてる女性が全部尽くされる技術を持ってるかといったらそれはそうとは思わんけれども、尽くされやすい女性と尽くされにくい女性がおるっていうのは確かなことで、尽くされる女性になるためには明らかにスキルが大事になってくるねん。 これを自然にできている女性もおるけれども、自然にできなくても今から学べばできるから、それを今日は教えていきます。ぜひ最後まで聞いてください。望みは何まずな、今日はステップ1だから、最初にあなたにとって何が素晴らしい関係なのか、どんな関係を望んでいるのかっていうのを具体的に考えてほしいね。恋愛関係においてな、あなたが望んでいるのはどんな関係あなたは彼とどういう関係になって、あなたはどういう存在になりたいのかっていうのをちゃんと考えて。この話。 単純やけどすごく大事なことやねあなたが潰されるためにやな ほとんどの女性は恋愛っていうのを漠然と考えてるねんな。ぼんやりと彼氏欲しいな。みんな付き合ってよし、私も付き合いたいなって、こんな感じないねダメ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 。あなたは恋愛に何を求めてるのか、どんな男性が好きなのか、恋愛をしてどうなりたいのかっていうのをちゃんと具体的に考えてほしい。多分今まであなたはそれを具体的に本気で考えたことないと思うね。だから適当な付き合いになったのよ。あなたの望んでない付き合いになったのよ。何かが欲しくて幸せになりたくて、 幸せっていうのもちゃんと何が幸せか分かってない段階であなたは男性と付き合ってると思うねんなそれじゃあうまくいかんねん絶対うまくいかんってわけじゃないけどうまくいかない可能性が高くななんだよなたまたまあなたの理想の男性が現れて付き合ったことがあるかもしれんでもそれはたまたまやんかたまたまに期待したらあかんのよそれはスキルじゃないのよあなたはスキルとして尽くされる女性になるねんそのためにはあなたが恋愛においてどういう関係を望んでるのか恋愛であなたは何を手に入れたいのかっていうのを具体的に ここを具体的に考えることによってあなたに今何が足りないのかあなたはどういうステップを踏めばその存在にその状態になれるのかっていうのがリアルにイメージできるようになるんねな。 これは恋愛だけじゃなくて人生すべての目標設定にも通じることやからここよく覚えておいてください。箇所書きでいいから今考えてるだけじゃなくてペンとメモを持って書き出してください。バカにしてるかもしれんね。この動画見てて、あ、そうね、そうね、分かった、考えるわ。じゃああかんね。ちゃんと書き出すこと。書き出すことによってあなたはまた心の整理、頭の整理ができるから。頭で考えてるだけで忘れるし、書き出すことが大事やからこれ頭で考えてるだけでダメ。書き出してください。どんなことでもいいよ。もうな、気楽に書き出して自分の思う 思ってること何でもいい。好きなことを書いて。あなたはどういう男性望んでるのどんな男性と付き合いたいのここでやることは思いつくまま、自由に、わがままに書いて大丈夫。じゃあ書いてください。基準を持つこと。僕何回も言ってるような恋愛においてあなたの基準と境界線をはっきり相手に示すことが恋愛のスペシャリストになるための方法やねな。 これは男に追ってもらう女性になるために、尽くされる女性になるためには超重要なことやから、ここをはっきり心に留めておいてや。さっき言った理想の男性と理想の恋愛をリストアップすることが、そこにもこの境界線と基準っていうのが関係してくるわな。あなたは彼に何を求めてて、彼の求めに何を応じることができて、何を受け入れられないのか。こういうこともあなたが望んでる恋愛をイメージして、ちゃんと書いていくこと、リストアップしていくことによってすごく大事なことやからな。あなたの恋愛における境界線と基準っていうのを はっきり考えて言うとこけどな、あなたが思ってるよりも、境界線を持つことは、女性が持つ最高の 魅力やねんただ、優しいだけ、親切なだけ、美人なだけ、可愛いだけ、尽くしてくれるだけ、面白いだけ、スタイルいいだけ、エッチうまいだけ、頭いいだけ、お金持っているだけ、じゃあ、魅力的じゃないのよ。男性はさ、自分の基準をしっかり持って自立してて、で、自尊心の高い女性に魅力を感じんねん。ここ女性自身からしたらハードル高いわと思うかもしれないな。特に自尊心とか自己肯定感低い女性もおると思うねん。でも、この重要性は本当にちゃんと考えて。なぜなら男性は、 クリアしたいという欲求が根底にあんのよ。高い山を登りたいっていう意欲があるの。攻略したいって思うのよ。あまりにも高い山やったらダメだけれども、自尊心が低くて自分のこと何でも言うこと聞いてくれて、あの努力も出しで手に入るものに対しては努力しようとは思わんのよ。ここがめっちゃ難しいとこなんやけど、男性は自分が傷つくのは嫌やから手に入りそうな女性に アタックすんねんな。その上で自分に自信を持ってて自尊心が高くて基準と境界線をはっきり持っている魅力的な女性を攻略したいっていう欲求もあんねん。じゃあどっちやねんって思うかもしれんけども、これは簡単なことや。あなたは自立してて自尊心高くて魅力的で基準と境界線をしっかり持ってて、ああ、この女性は素敵で攻略するの難しい女性だなと思わせながら彼に対する行為を示せばいいだけの話や。 めっちゃ簡単やろ。彼に対する行為を見せることはいつでもできるし、誰でもできるし、簡単なことや。だから一番難しいのは自尊心を持って、自律心を持って、恋愛に対する基準と境界線をはっきり持ってる女性になることな。こういう女性に男性は惹かれる。基準と境界線をはっきり持ってる女性はさ、男性があなたの周りで頑張るようになる。そしてあなたという女性はすごく価値のある女性なんだなって。 見てくれるねん。よりあなたが魅力的に映るってことや。恋愛における基準と境界線をしっかり持っている女性は、あなたは頑張らなければいけないですよ。私はあなたが頑張る価値のある女性ですよっていうのを案に示してねめっちゃいいやろ、これ。 使ってや。こだわりを持て女性はさ、だからさ、生きている中でこだわりを持ってほしい、ね。恋愛に対する基準と境界線だけじゃなくて、人生においてちゃんとこだわり持ってほしい。例えばご飯食べるときでも何でもいいわじゃなくて、あ、このご飯美味しいんだって、このサラダ美味しいんだって、このサラダとこのドレッシングが合うなとか、あなたがもし料理を作ったとき考えてよ。彼に食べてもらうとするやんか。何でもうまいうまいっていう男性がご飯食べてくれて嬉しいか何でもうまいうまいっていう男性が嬉しい 嬉しくないやろ。あなたがもし恋愛における基準と境界線を持ってない女性なんやったら、なんでもうまいうまいって食べる男性と一緒やわ。なんでも美味しい美味しいって言って食べてくれるっていう素敵な男性っていう意味じゃないで。何食うてもうまい味をオンチと一緒や。 そんな人に美味しいわって言われても全然嬉しくないやろそうじゃなくて、ちゃんと自分はこだわりがあって、こういう料理が好き、この味は好きって分かってる人に、あなたの作った料理を食べて美味しいって言ってほしいやんか。そういう男性にあなたは手料理を振る舞ってあげて喜んでほしいやろそれと一緒のことで、あなたはちゃんとどんな男性が好きか、どんな基準と境界線があるか、何を受け入れるのか、何を受け入れられないのか、どういうことを幸せと思っているのかっていうのを本当にちゃんと考えといてや。そしてその自分 自分の持ってる基準と価値観をはっきり男性に伝えたらいいのよ素敵な女性は魅力的な女性はモテる女性は男性から尽くされる女性は男性から追いかけられる女性は自分の恋愛における価値観を男性に伝えることを何にも怖いと思ってないなぜならこれ怖いことじゃないから逆に魅力が上がることやからお前ね やってみてや。男性は嬉しい。男性は本当にな。女性が何に価値観を持ってるか、どういうことをしてくれたら幸せかって言ってくれることがすごく嬉しいね。なぜなら頑張る方向性がわかるやろ。何を頑張ったらいいか分かってない男性って多いね。あなたたちが男心とか男の本音を分かってないのと一緒で、男性も女性の心なんか全く分かってないのよ。あなたたちよりも理解不能な状態に陥って、もうもう闇雲に何が何かわからんと手探る状態で走っとるわけさ。 だからあなたはちゃんと基準と境界線を伝えて何があなたを喜ばせるのかっていうのを相手に伝えてほしいね。男性はこれめっちゃ喜ぶから。男性はコミュニケーション能力ちょっと低くてあなたの求めてるものを空気で察するとか会話の中からちゃんと主者選択してあ、これが喜ぶんだなとかあなたの表情を見るとかボディーランゲージ見るとかっていうのが本当に苦手なやつが多いねんな。だから伝えてほしいのよ。男は喜ぶから。そしてあなたは自分自身で価値を持ってください。 僕がこのチャンネルで話していることをちゃんと実行していけばちゃんと自尊心の持てる女性になるよ。素敵な女性になるからあなたが女性として持ってる価値をちゃんと認識して自分自身が価値ある女性だと魅力的な女性だと思う方がいい。思えば思うだけいいねあなた自身が自分自身に価値見いださないと世界中の誰も周りが価値を見いだすことはないんだな。なぜかわかる なぜなら、あなたが価値を持ってやってる行動をあなたはやり続けるでしょ あなたは価値持ってないと思ってる行動をあなたやり続けないでしょあなたの魅力をあなたはやり続けなくなっちゃうの。あなたが自分を魅力的だ価値があると思ってる行動をあなたはやり続けてほしいね。そこに価値がないと思ってたらあなたはやらへんようなのか。あなたの魅力はどんどんなくなっていくから。あなたがもしいやいやでも続けてる行動があるんならいやいややってる行動は多分それは魅力的じゃなくなってくる。やっぱり人ってさ、自分のやってる行動をちゃんと頭で理解して深く考えながら行動をしつしわよね。 だから今日言ってるようにあなたが何を求めてるか恋愛で何を望んでるかっていうのをちゃんと神に書いてください。何を与えてくれるか。 どんな男性と恋愛したいかっていうのをリストアップしろって言ったけれどもな、このリストアップでちょっと弊害っていうのもあんねんな。ここをちょっと意識しておいてほしいね。リストアップをすることによって、そのリストに入ってこない男性をあなたは排除してしまう可能性が出てくるわけ。ここはそうじゃないねんでっていう意識だけちょっと思っといて。あなたがリストアップをするのは、あなたが何を求めているかを見極めるためやね。あなたが幸せになるための方法を考えていくためやねな。 だからこの最初の段階で排除する方向には向かんといてほしい。排除するのは共有内容が最後まで言った後、今の段階では排除する方向は考えないね。あなたが求めているものを基準に考えていった方がいいな。 で、リストアップするときはさ、身長が何センチ以上とか、年収が何本以上とか、学歴がどれ以上とか、こういうイケメンでとか、具体的に考えろって言ったから、具体的にそういう男性像をイメージして、リストアップする可能性があるけれども、そうじゃなくて、具体的なイメージではあるけれども、具体的な男性像を言うんじゃなくて、その男性が自分に何を与えてくれるかっていう観点で書いてほしいね。いいよ、最初書いたと思うで、ね、最初リストアップしたときに、具体的に身長が185センチ以上でとか、誕生日には常に サプライズしてくれてとか、デートでは毎日私のカバンを持ってくれてとか、なんかまあそういう具体的なことを書いたとは思うけれども、ここからちょっと書き直すのは彼のイメージからあなたに与えてくれること、あなたを幸せにしてくれる内容を書いてほしいねん。例えば彼がイケメンやったら、あなたは彼を見てて美しいと思うな、毎日ステータスを感じるな、これでもいいよ。彼がどんなんじゃなくて、 彼がどんなんだから、あなたはどういう感じになるのあなたはどういう感情を持つのあなたはどういう幸せになるのっていうのを書いて、あなたの感じる感情っていうのを書き足してください。書き直すそして次は、あなたの自分で書いたやつを、1日か2日起こら。1週間置いてもいいわ。 二ヶ月はちょっと長すぎるから、せめて最高でも一週間、最低でも一日置いてください。そしてそのリストをもう一回見直して、あなたは男性に何を求めているか、恋愛に何を求めているのか、何が許せないか、彼があなたにどんな感情をもたらしてくれる恋愛を望んでいるかっていうリストをな、一日置いて、二日置いて、もう一回見直しましょう。するとさ、あなたが書いた時の感情とは違う感情が湧いてくるわ。 そこでまた書き出してもいいし、削除していってもいい。一日置いてから冷静にもう一回そのあなたの書いたリストを見てください。そしてな、もう一回を考えてそれリストを見て。これほんまに全部必要かなって見てみて。あなたが幸せになるために、あなたが素晴らしい恋愛をするために、あなたが素敵な女性として男性から尽くされるために、あなたが気持ちいい恋愛をするために、これって絶対 必要かなっていうのをあなたの書いたリストを見てみて、できればそのリストを順番つけていって。 一番大事なものは何二番は何これはあんまりいらんなとかいうのを順序付けしていってよ。そして本当にいらんなこれはとか。これはそこまで必要じゃないなっていうのを省いていって。例えば最初に年収1000万以上がいいなと思ったかもしれんけども、これ1000万じゃなくてもいいなっていうふうに考えが変わったらそこを800万に変えてもえ500万に変えてもええと思うね。1日置けば、2日置けば、 ああなたの中で視点がが変わってくるることがあると思うで長い目で見てこれほんまにいるんかなっていうのをちょっとあぶり出して弾いていって削除していってよ。人は目標に向かって複雑であればあるほど成功はしにくいねんな。できるだけ簡潔な方がいいねっていう意識もちょっと持ちながら 省いていって。いらないもの。単純であればあるほど、あなたの希望は叶いやすくなります。っていう意識をしっかり持って、省けるものがないかなと思っていって、大事なことは、省けば省くだけ、目標が単純になればなるだけ、あなたの希望は叶いやすくなるわ。っていうちょっとここはジレンマがあるかもしれんけれども、 省いていってください。できるだけ。省かれへん、ここはって思うんだったら、はむかんで大丈夫やね。さあ、ここまでやったら、あなたの希望と目標が手に入りやすくなってます。本当にそうやね。人間ってここまでちゃんと目標設定することによって、目標には近づいてます。 なぜなら目標を明確化することによって自分の意識がそっちに向くから自分がそうなりたいと思うことによってそうなりたいなっていうエネルギーがどこからともなく湧いてくるから人間ってそういうふうにできてんのよ。自分から望まないと行動を変えないのな。漠然と思ってるだけよりもしっかり意識した方が自分の行動を変える意思とか意欲が出てくるの。だからここちゃんとやればやるだけ、真剣にやればやるだけあなたの望みは 近づいてます。これからあなたが恋愛するときにおいてもあなたが望まない恋愛をちゃんと拒否する意志と意欲が出てきます。持ち歩く さあ、こっからがすごく大事。今書いたメモを持ち歩いてくれ。もう財布に入れてもいい。カバンに入れてもいい。ポケットに入れてもいいわ。持ち歩こう。持ち歩くのが嫌やったら見えるとこに置いとこう。貼っとこう。トイレでもいいよ。冷蔵庫でもいいよ。玄関でもいいよ。よく見てください。それを。たまに書き換えることも OK。削除することも OK。よく自分の見えるところで意識の中に掘り込んでください。そんなに難しいことじゃないと思うので、これは恋愛についてのメモだけれども、 これをやることによって恋愛についてやってるけれども、それ以外のことにもあなたの自信が出てくるわ。騙されたと思ってやってください。あなたの進むべき道がクリアに見えてくるから。恋愛における不安が少なくなってくるから。はい、今日はこれぐらいです。今日言ったことはちょっと実践的な行動になります。やらないとやるんやったら大きく効果が変わってきます。今までのたくさんの女性がこれをやって効果を出してるから。大丈夫 信じてやってください。そして効果が出た時はコメントとかくれたらめっちゃ嬉しいです。彼氏ができた、婚約できた、結婚できたっていう明らかな成果じゃなくても、生きていくのが楽になった、恋愛の不安が少なくなったって、こういう効果だけでもコメントくれたら嬉しいです。はい、じゃあ皆さん、恋愛も婚活も夫婦関係もコミュニケーションもパートナーシップも仕事も学びも全部頑張っていきましょう。じゃあね、バイバイ。